皆さんこんにちは、大分の高っち親方です。現在私はですね、熊本市におります。実はですね、じゃじゃーんという、こちらですね、熊本のですね、観光文化検定というご当地検定 を、まあ、受講しに来ました。ですね、まあ私ですね、実はまあ4年間大学で熊本に住んでおりました。ですので、まあ、熊本は本当第二のふるさとということで、私はですね、もう親しみを覚えております。まあもう卒業しても10年になるんですけども、まあそれでもお隣ということで、で大体車で2時間半3時間あれば大体熊本市に来ることができますので、まあ熊本に本当に馴染みがあるということでございます。まあ今回この熊本のご当地検定をですね、久々に受けてみたいなと、というかまあ受けるのは実は初めてなんですけどもね、まあ大分のですね、大分学検定についてはですね、まあ過去2位まで行きました。中級で、実はもう1点差で1を逃しちゃったんですね。ですけども、まあ大分をもちろん1を目指しつつも、やはりこの第二のふるさとでもある熊本もですね、この受験を受けたいなと思いました。これね、ちょうどで平成18年2006年にこう始まったんですけど、ちょうど私が大学に入った年ですね。今思うと大学時代受けとったらもう本当で、どんどん受かってたかもしれないんですけれども、まあちょっと10年間のブランクありますが、まあ基本的なことをですね、まあ、熊本どのくらい知ってるかを試してですね、そして、まあ熊本がどのくらい今ですね、これから熊本のことをもっと知りたいなという思いでやっております。このですね、観光文化検定というご当地検定というのは本当大事だと思います。まあこれを機にですね、まあどのくらい例えば熊本とか大分が好きなのかの、まあ客観的な指標にもなりますし、この勉強を機にですね、いろんなことをして、いろんな場所を知って、でもっと興味を湧くということができます。まあ実は私もその大学卒業して大分に帰る際にも、ああ大分にもな、こういうなご当地検定あったらいいなっていう夢がございました。実際ですね、まあ大分学検定という、まあ私が入っている大分学研究会が大分学検定としても7回これまで実施しているということで、一つ夢がまあ叶ってますし、そしてまたですね、地元の文豪の市の検定も作りたいなと思ってました。でこれにつきましては、まあお試し版とか基本的なことではございますが、青年団で昔ふるさと祭りにて文豪のクイズラリーというのを開催いたしました。120名ほどの方がですね、解いていただきまして本当にありがとうございます。まあそういう形でですね、一つまあ文豪のカルタと合わせて、まあ検定とかご当地学習については少しずつまあ夢を叶えておりますがね、熊本もね、検定もぜひ、まあ先輩でございますからね、受けたいという思いもございました。今回はですね、3級、まあ初級と、そして2級、中級を受けました。全部ですね、5択問題ですので、まあ、解きやすいといえば解きやすいんですけども、さあ一体どんな検定になったのか、ですね。今ちょうどオープニング撮ってるのは、これ今、3級がもうあっという間に終わってしまいましたので、その2級までの間、午後からの受験までの間を、まあ勉強もしたいんですけど、ちょっとね、ロケもしたいということで、撮影しておりますので、さあ皆様にまあどんな感じか、まあ簡単な感想ぐらいですね、でも問題はご紹介できませんが、簡単なご紹介できればと思いますので、どうか皆さんよろしくお願いします。ということで、熊本観光文化検定の簡単な感想をご紹介いたします。ちょっと帰りのね、車内、957号線の熊台前から、まあ、車窓を見ながら皆さんにご紹介いたします。まずですね、3級初級でございますけれども、70名ほどが受講されました。結構若手が多かったですね、男女とも多くて、はい、でまあ手応えなんですけど、まあなんとか合格届くかなという感じでございます。まあ、割とこのテキスト事前でやった問題集から出ることも多いんですけども、ただもちろん満点はないですし、結構後々ただ振り返ると意外と間違えてるなということがあってですね、ちょっと不安でございます。まあ大崩れは多分ないとは思いますけど、まあ基本的な問題多いですけど、やはりその時事問題はちょっと私弱いですね。10年間熊本離れてまして、結構出ました問題が、そこがどうなるか気になっています。で続きまして、2級ですね、中級でございますが、まあこちらかなり難しいですね、レベルが全然違います。まあ私がその勉強不足ももちろんあるんですけども、例えばこう問題集からも前に出てるんですが、この問題集の裏をつくところですね、〇〇といえば何とかいう作品、あ、これわかる、
で、作品名がまた違うんですね。作品でございますがさ、その原画はどこに貼ってるでしょうとか、その、そっちかいっていうのがですね、結構出てですね、まあ難しかったですね。マニさんも。なところですかね。まあ、あの、五択問題ですから、最悪どれかこう、丸つければいいんですけど、またね、選択肢も結構いやらしいです。微妙な違いでですね、名称も若干違うからですね、そのね、ナイーブなところが勝負の分かれ目だと思います。まあ、受験者層もですね、同じく70名。まあ、さっきあの、すいません、2級はまあ、2級、3級はですね、80名ぐらいになっちゃって、中級の方はですね、74名でございます。やっぱ多いですし、ちょっと年齢差が上がりますし、男性が多いイメージでございました、ね、さあ結果はどうなるか。2月の19日の水曜日に、まあ、発表されるということで、まあ、腕試しということでございますけどもね、いろいろまた熊本についてここをきっかけにですね、学んでいきたいですし、で今熊本は、ね、一通りこれから引き続き、まあ、学習もしますが、また徐々にこの11月3日の大分学検定に向けてもですね、私も頑張ってまいります。今ね、目の前に、左前方とかこの上からですね、ずっと私は大学時代過ごしてた寮がございますけどもね、この学生のようにまた知的興奮を持って、学んでいきたいですし、そして熊本大分に興味を持って、で、まあ、皆様にご紹介できるようになってなればと思います。で、皆様がね、そうやってまた熊本とか大分にお見えになっていただければ幸いです。で、復興ねしておりますので、まあ、皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。ということで、簡単なテストの概要でございました。で、皆様最後までご視聴いただき誠にありがとうございます、ね、もしよろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた皆様、熊本大分から魅力を発信してまいります。よろしくお願いいたします。